ジオネーム里西氏さんからのリクエストでスミカでイコールお届けしました。リクエストありがとうございます。ありがとうございます。あの里西氏さん大好きな谷村由美さんの番組がね、うん、はい、今日で今日終わりだったんですよ ね、 うん、残念ですよね。すごくあの出席届けっていうそのフレーズあるじゃないですか、うんうんうん、そのラジオの番組の中でね、うんうんうん、自由で使おうか勝手に弓次元とかね、 それなり弓次元とか結構好きだったんですけどね、うん、でも15年でしたっけ。はいですよ、ね、すごいですね、本当にすごいですよね。そういうこと、まあ家庭も持ちながらね、うんうんうん、仕事もしながらですから、すごいなぁと思いますね。ね、ジークどれぐらい続けられるかちょっとね、わかんないけどね。うん。でもそうやってこう、まあ、ね、長いリスナーさんね、うんうん、長く聞いてるリスナーさんとかもいらしたと思いますので、ね、私たちも頑張りたいですね。そうですね。里西さん、うん、里西さんはあれですもんね。あのお仕事か何かでカズノにいらして多分。あ、それでキリタンプ FM を見つけてくれてっていうのがあったので、その流れで聞いてくださってるんですね。ねえ、はい、ありがとうございます、はい、どうぞこれからもよろしくお願いします。じゃあ続いて、ラジオネームテリオスさんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、こんばんちは。お疲れションです。お疲れションです。ねえねえ、 JNA さん誰に振ってんだこれ。 JNA さんですよ。他でもない JNA さんです。 いないけど自由区の新キャラを考えてみました、はい、月1ですが、ゆう姉さんと石姉さんというキャラはどうですか。石姉さんなんかゆう姉さんっていましたよね。ゆう姉さんはいたよね。ゆう姉さんいた気がします。なんかすごいすごい、あのお年を召したなんか時々こう絡む、なんかこう痰が絡むような感じの方がいらした。なんだろう、志村けんさんがおばあちゃんっていうかやる感じの、なんか瞳ばあちゃんでしたっけそんな感じでしたね。の方がいらしたような気がしますね。石姉さんね。石姉さん、そうですね。石姉さん、そういえば、まあジェネさんはちょっとどこ行っちゃって、ジェネさんどこ行ったんでしょうね。お店をほら大きくなりすぎちゃった、忙しくなった、手が回らないんじゃないかな。手が回らないのかな。こう一方でこうね、ティモイ香織さんをかくまったりもしてるから忙しい、忙しい。まあこれはゆう姉さんと石姉さんにちょっと伝えておきますので。そうですね、ちょっと打診しておきましょうよこれでね、リクエスト曲マニュエルでサイン・ザ・レインっていう曲をいただいたんですが、これはね、はい、シリなくてバルスなんですよ。あ、そうなんですね。残念残念。で、多分ですよ、うん、テリオスさんが好きだろうというなんか前回もそういうのあったなテリオスが好きであろうというCD を見つけましたので、はい、お、J3 セレクトですか。そちらの曲を、はい、お届けしたいと思います。はい、ムーブでアランザワールド。